んにちは、ゼキザップです。今回の動画はエンデュランスのフロントキャリアを CT125 ハンターカブに取り付けたので、その取り付け方法とレビューの方をやっていきたいと思います。フロントキャリアといえばエンデュランスが個人的には一番おすすめなんですよね。なんて言ってもヘルメットホルダーも同時に装着することができます。それではね、早速取り付けていきたいと思います。サイズ感はいい感じですよね。大きすぎず小さすぎず、160mm、200mm って感じですね。あとはフックもね、しっかりと4箇所あるんで、こういうロープとかいろいろね、引っ掛けることもできますね。で、取り付ける方法なんですけど、こちら2箇所ボルトを外していきます。左右なんで4箇所ですかね。で、ここのトップブリッジのところのネジが異常に硬いんですよね。こんなに力かけて大丈夫かって不安になるかもしれませんが、そのまま緩めてください。ヘッドライト側は普通に緩められますね。じゃあそれで2箇所外せたら、いよいよ取り付けの方をやっていきたいと思います。で、まずはトップブリッジの方にサブステイを仮止めします。取り付け順序としては M8 のボルトにワッシャーを入れたら、こちらサブステイを挟んで、でカラーでサンドする感じですね。で、これは仮止めって感じですね。ちょっとね、高さの調整とかするんで、動くような感じで止めといてください。そしたら次はいよいよね、フロントキャリアの仮止めになるんですけど、こちらもボルトにワッシャーを入れて、そこにフロントキャリアからのカラーを入れてサンドイッチする感じになります。じゃあこれでくっつけたいと思います。ここも仮止めで動くような感じにしてください。はい、そしたらサブステイとフロントキャリアの穴ですね、それを合わせる感じでいきます。穴があったらこちらワッシャーと一番小さいネジですね。で、後ろ側にもワッシャーを入れて、でフランジナットで取り付けをしていきます。これで OK ですね。そしたらヘルメットホルダーですね。これは必ずしもつける必要はないんですけど、まだヘルメットホルダーを装着してない方はこれを機にね、一緒につけてしまうといいかもしれません。上の穴に引っ掛けて下の穴にネジ止めする感じになります。この時なんですけど、ヘルメットホルダーの方はロックを外しておいてください。そうするとネジで止めることができます。こんな感じですよね。さあ、これでエンデュランスのフロントキャリアをハンターカブにつけることができました。やっぱりね、一つパーツが増えていくとなんか似合いますよね。さあ、それではちょっとね、場所を変えて、もうちょっとね、いろんな角度から見ていきましょうか。やっぱね、さりげなくヘルメットホルダーがつくところが非常に魅力的ですね。そしてなんと言っても価格がちょうどいい、1万円超えないっていうところがいいですよね。こんな感じでヘルメットホルダーにヘルメットをかけております。ちょっとね、置き場所に困るんですよね、やっぱりヘルメットって。乗ってる時の視点はこんな感じになりますが、邪魔な感じはしないですよね。こうやってね、ふとした時に手袋を置いたりとか、あとは実際はキャンプツーリングとかで使うのが多いかもしれませんね。こんな感じで、ヘリノックスのチェアワンを乗っけても大丈夫です。2キロまで大丈夫ですからね。で、このようにコードをクロスさせてぐーっと引っ張ってあげて、でフックを穴にかけると、これだけでね、しっかりと止まるんで、やっぱりあるとないとじゃ違いますよね。がっちり止まってます。揺すっても大丈夫、気が済むまで揺すっても大丈夫。荷物を乗せた状態で走るとこんな感じですね。いや、なんかテンション上がってきますよね。これから楽しいことが始まるぞっていうのが視覚的にわかるので、非常にね、面白いかなと思っております。で、こんな感じで自分は普段は荷物乗っけたりはしないんですけど、キャンプツーリングとかで、サイドバッグと、あとはね、ビジネスボックス、リアキャリアですよね。それだけじゃどうにもならないっていう時に、こちらのフロントキャリア使っております。普段はね、使う機会はなかなか少ないかもしれませんが、こういったアウトドアを楽しむ際に積載量が足りないと思った時は、ぜひね、フロントキャリア取り付けてみてください。他にも、北高とか、あとは竹川とか H2C とか、いろんなところから出ておりますが、エンデュランスより安いやつは
まあ、耐積載量が1キロだったりとか、あとは高くっても1キロしか乗っけられなかったり、まあ、フックが謎になかったりとかいろいろするんで、まあ、個人的にはエンデュランスでいいのかなと思っております。それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。